まあ、私自身もすごく大きな体験ではあったけど、自分の子供もやっぱりドイツに行ってて、でその時にその子供がちょうど半分ぐらいの時期を過ぎた頃だったんですけど、この半年間で学んだことは日本で経験するだろうことの何倍ものことを学んだっていうふうに言ってるのを聞いて、やっぱりその自分を離れて見るっていうのはものすごく大きな体験なんだなっていうことを子どもを通しても学びましたし、やっぱり大学に行ってから行ってもいいんじゃないかって言われる大人の方も多いけれども、だけれども高校でその自分の家族を離れて全く違う家庭に入ってそこの子供になるっていうのはすごく、まあ、大学に入ってからではできないような体験だし、それから言葉を学ぶ点でも10代の時の経験というのはすごく大きいですし、自分自身がやっぱり高校生だっていうことで謙虚な気持ちで自分自身がまだ小さいから学ばなきゃいけないっていう、そういう気持ちできっと行くと思うんですね。そういう点でも高校生っていうのは大学生とはまた違った意味で非常にいろんなことを吸収できる時期だと思います。